ご紹介をしたいのは、飲食店等に対する営業時間短縮の要請に関してお伝えをしていけたらというふうに思っております。どうも皆さん、こんにちは。京都市会議員の平山貴夫でございます。まあ、本当にですね、寒くなってきた今日この頃でございますけれども、新型コロナウイルス感染症のですね、第3波も来ている中でですね、本当に医療状態等が逼迫しておりますので、3密対策であったり、手洗いうがい、そして消毒、そういった取り組みが大切になってこようかというふうにも思っております。引き続きしっかり自分たちでできる努力は自分たちで頑張って、そしてこの新型コロナウイルスのまさに国難を一致結束して乗り越えていきたい、そのように私自身も思っているところでございます。さて、果実もですね、12月21日から、そして来年令和3年の1月11日まで、その対象となる飲食店等の皆様方に対して営業時間の短縮の要請ですね、午後9時以降、21時以降の営業は短縮していただきたいと、まあ、要するに時間でいうと午前5時から21時、午後9時までの営業にしていただきたいと、ご協力をいただいた事業者の皆様には協力金という形で1日あたり1店舗につき4万円、そしてそれのかける時短要請に応じた日数の部分が支給されようかというふうに思っております。これはあくまで減収補填等ではなくてですね、協力金というような位置づけであるということもお伝えしたいなというふうに思っております。そして京都府と京都市府市協調で実施をするものでございまして、詳細に関してはこの動画の説明欄に京都府のホームページですね、そういったものも載せておきますのでご参照いただきたいなというふうに思っておるんですけれども、まず協力金の支給対象ですね、どういった事業者さんが当てはまるのかといったら、次のすべての要件を満たす中小企業、団体及び個人事業主さんでございまして、1つ目、酒類、お酒類を提供する飲食店等ですね。そして2つ目、飲食店営業や風俗営業など営業に必要な許認可等を取得していること。そして3つ目、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示、または業種別のガイドライン等に基づいて感染防止の取り組みをしていただいていること。そして4つ目、12月の17日以前からですね、午後9時から午前5時までの時間帯に営業をしていること。そして5つ目、12月21日から1月11日までの間、定休日及び年末年始の定休日等を除く、全ての営業日において連続をして時短営業に取り組んでいただいていること、この5つの要件を全て満たす事業者さんが対象になってこようかというふうに思います。先ほど私12月21日からというふうにも申し上げたんですけれども、特別のですね、理由があった場合等ですね、遅くとも12月25日からですね、時短営業に取り組んでいただくことということが一つの条件にもなってこようかというふうに思いますので、合わせてよろしくお願いをしたいというふうに思っております。そして申請に必要な書類ですね、これはおそらく正式には1月12日以降ですね、時短要請が明けてから、京都府のホームページに詳細が出てくると思います。郵送もしくはオンラインでの申請になろうかというふうに思うんですけれども、事前にどのような書類を準備しておけばいいのかということでご紹介ありましたので、即時申し上げますと、申請書、誓約書、口座振込依頼書、こちらは、おそらくホームページで、詳細がアップされてから、その所定の書類がですね、ダウンロードできるようになると思います。そして振込を希望されるお口座のその通帳の写しですね、そしてご本人様の確認書類、免許証等ですね、そして飲食店営業や風俗営業にかかる営業許可証の写し、そして写真ですね、これ屋号が分かる外観写真であったり内観の写真、そして営業していることが分かる資料、確定申告書であったり、直近の敷地名の帳簿なんかが当てはまってこようかというふうに思います。
そして、通常午後9時以降も営業していたことが分かる資料ですね。看板やホームページ等が挙げられるかもしれません。そして、時短営業に取り組んだことが分かる資料、張り紙、ホームページ等です。これは、すでに京都府のホームページにですね、ちょっと所定の書式みたいな、あくまで例ですけれども、上がってたかと思いますので、ご参考にしていただけたらと思っております。そして、お酒類ですね、種類を提供していることが分かる資料ですね。メニューであったり、お酒類の納品書等があろうかというふうに思っております。今ですね、よくある質問ということで、Q&A なんかも、京都府のホームページにも出ておりますし、また何かですね、こういった場合はどうなるの、ああいった場合は、そういったですね、ご不明な点であったり、お問い合わせがある場合はですね、コールセンターであったり、またもちろん私の事務所までご連絡をいただいても、しっかりとご相談に全力で受けたまりたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。大変厳しいですね、そのような状況でもございますけれども、しっかりと時短要請にご協力をいただいて、そして感染拡大の防止に努め、冒頭にも申し上げました通り、皆で一致結束をして、この新型コロナウイルスに負けない、この国難を乗り越える、そういった思いが大切になってこようかというふうに思います。引き続き何かございましたら、私全力で皆様方の一助となれるように頑張ります。今後ともどうぞよろしくお願いをいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。